で、四番目ですね。気象点結の章ですね。三里の反撃です。えー、戦艦軍団っていうのが発信します。 で、戦艦軍団の中を実は機能があって、すべての種を保存するっていうのが目的だったんですね。これまで明らかにされてない。で、保存されていた種をですね、衛星軌道からですね、ラグランジュポイントに向けて発射します。まあ映像イメージはですね、あのサイレントランニングっていうですね、70年代の SFA 科があるんですけど、そのサイレントランニングでもラストですね、えー、主人公がですね、す、え、べ、ー、ての種をですね、植物とかを保存するために宇宙空間に逃がすっていうのがあんですか。あれだと思ってください。あとはまあ、天空の城ラピュタもまあ元ネタになってい で、そこでですね、美里はヤマト作戦を宣言します。えー、ヤマト作戦っていうのはですね、えー、で、ネルフがですね、それでなんかその、南極に行ってですね、いよいよ境界面みたいなところへ潜ろうとしたらですね、そこでですね、敵の組織、あ、ネルフ、あえー、軍団が行ったらですね、ネルフの戦艦がついに出現して邪魔します。で、この時にですね、惑星大戦争という、あの、東方特撮の音楽がかかるんですけども、 東方特撮の惑星大戦争の音楽がかかりながら戦闘シーンの絵はですね、さらば宇宙戦艦ヤマトのですね、白色水星帝国の駆逐艦とヤマトとのですね、戦闘シーンですね。えー、さらば宇宙戦艦ヤマトで白色水星帝国のあの駆逐艦はですね、ワープ、 あの、候補ワープ攻撃ってやってきて、ワープでいきなり現れて宇宙戦艦ヤマトにですね、ビーム攻撃を散々段らわせるってことをやるんですけど、同じように境界面の下からどん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 現れて、で、え軍、ー、団を攻撃するとですね、あの、まあ、さらば宇宙戦艦ヤマトになってますですね。で、惑星大戦争ですからですね、あの、もう、え軍、ー、団が攻撃する時もですね、あの、 これすいません。惑星大戦争の絵なんですけど、ボタンを押します。惑星大戦争でこのボタンを押すときに、こう、親指でこう押するんですよ。すごい特徴的な押し方で、あの、多分役者さんが絵になるようにするために、親指をちょっと裏側を使ってガチッと押すっていうのをやるんですけども、これもですね、そのエヴァンゲリオンで指がアップになります。もともとはタイムボカンシリーズの ポチッとなっていうボタンの押し方だったんですけども、まあ、なんで、あの、こういうことするのかって、やっぱパロディーではないんですね。あの、パロディーだったら、ポチッとなっていうセリフを入れるはずなんですよ。そうじゃないんですね。昼、あの、そうでなくてですね、あの、オマージュなんですよ。ラストにつ,、ま、つながる、ま、オマージュ代だと思ってください。これももうちょっと後で説明します。気をつけ。礼。ありがとうございました。